どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、一週間のニュース、航空会社、ホテル、キャッシュレスね、まとめて紹介していきたいなぁと思います。ということで、先週ね、土日、動画ね、出すことができなくて申し訳ございません。ちょっとね、私事で申し訳ないんですけど、ちょっとね、子供は体調を崩しておりまして、ちょっと緊急を要しておりましてねえ、動画出すことができませんでした。今週からね、いつも通り動画ね、やっていきたいと思いますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。 はい。ということで、まずね、こちら先日ね、動画にもいたしましたけども、リマインドということで、もう一度ね、紹介させていただきます。こちらね、ローソンるコイン。 クラスということで、今ね、こちらリクルートでやっているね、このエアウォレットのね、キャンペーンなんですけども、新規登録の方はですね、本人確認と1万5000チャージで2000ポンタポイントもらえるんですよね。で、またね、こちら、えローソンでね、利用されたいっていう方は5000使うとですね、1000ポンタポイントもらえるキャンペーンが来ておりまして、2000ポイントね、本人確認と1万5000でもらえるわけなんですけども、こちらのキャンペーンね、 今、紹介コードを入れていただくと、さらに500ポイントがもらえるキャンペーンっていう風になりまして、こちら1 5000チャージしなきゃいけないんですけども、本人確認はね、必須になりますけども、この1 5000っていうのは特に使わないでね、銀行出金しても OK っていう風になりますんで、ひとまずね、効果のキャンペーン、ノーリスクでポンタポイント2500ポンタポイント取れるキャンペーンっていう風になっておりますので、ポンタポイントね、ジャルマイルで50%で基本で交換できて、またね、次回キャンペーンが来ればね、60%でもジャルマイルに交換で いきますので ぜひね、こちら利用していただければなぁと思います。こちらね、こちらね、エントリーと紹介コード入れていただければ500ポイント取れて、こちらもね、2000ポイント、こちらもエントリーが必要になっておりますので、概要欄にですね、紹介コードとね、こちらエントリーフォーム載せておきますので、5月の14日から6月の13日までね、キャンペーンやっておりますので、ぜひね、利用してください。一応ね、ローソンで利用していただくとですね、20%還元で最大1000ポイント、5000の利用でね、1000ポイントになりますけれども、こちらもね、一応取ることができますので、まあ まあ一応ローソンなんでね、利用する方しない方いらっしゃると思うんですけども、利用する機会のある方はですね、こちらも参戦していただくと、合計3000ポイント、紹介コードで入れて3500ポイント取れちゃうっていうふうになりますんで、ぜひね、こちらえ、利用していただければなと思います。で、次ですね。 またね、ユナイテッド航空ね、また海底入りましたね。もう本当にここまで来ると海底入りやがったって感じですよね。はい。ということで、えー、残念ながらですね、スーパー男路線と私はね、思ってたわけなんですけども、えー、東京から韓国路線ね、えー、12,500マイルに引き上げされております、えー。先日までですね、こちらの区間が5,000マイルだったわけなんですけども、まあ、このね、東京から韓国路線も5,000から12,500に上がってますし、 台北から、えー、那覇ですね。こちらで、どっちもね、これ1000マイルで発見することができておりましたけれども、まあ、こちらもですね、12,500マイルまで引き上げされておいるっていうふうになりますので、まあ本当にね、あのー、悪くなって、良くなっ 悪くなって良くなってまた悪くなったみたいな感じでちょっとねうんざりするぐらい海底が入りましたけどもまあこれで多分安定するのかなもうちょっとねどうなるか正直わかんない部分はございますけれども一応ねまた海底入っておりますのででまとめたのはねこんな感じになりますけれどもユナイテッド航空ね今までここは5000だったわけなんですけれども今回ね12,500まで引き上げになりましたので韓国路線に関しては先日のねアメックスリワードポイントとマリオットポイント のね交換できるやつこちら合わせたものの表になるわけなんですけどもこちらもね今後 LINE 公式アカウントの方でね配布させていただこうと思っておりますのでぜひね LINE 公式アカウントね PPC とどもできますのでぜひこちらもね登録していただければなぁと思いますで韓国路線に関してはまあ今回ねこのユナイテッド航空が5000マイルから12,500まで引き上げになりましたので一番少ないマイル数で韓国路線利用されたいという方は アメックスリワードポイントから交換できるバージンアトランティック航空のポイントですね。こちらであれば7000マイルで片道、ネイサーチャージなしで行くことができます。で、一応ね、有名路線で行くとデルタ航空のスカイマイル。こちらだと7500マイルで行くことができますので、まあ、今後ね、メインで利用されたいっていう方は、まあ、デルタのマイルで行くか、 えー、アラスカ航空、どっちでもいいかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあどちらもね、ネインサーチャージかかんないですし、またね、このアラスカ航空の場合はですね、ビジネスクラスもね、15000で発見できますので、まあアメックスリワードポイントしか持ってない方はデルタで利用して、アメ、えー、マリオットポイント持ってる方に関してはアラスカ航空利用していただければなという感じですね。まあどうしてもね、一番安いので行きたいっていう方はバージンアントランティック航空のマイルが まあいいのかなっていうところなんですけども、こっちだとね、ちょっとビジネスクラス発見できないんでね、こちらのね、ビジネス1万5000はね、かなりお得なのではないかと思いますので、まあこちらもね、ぜひ、えー、覚えておいていただければなと思います。いやーね、残念ですね。まあこれでね、ユナイテッド航空が安定すれば、まあこういった感じになりますよっていうところですよね。まあ国内が、まあ先日ね、えー、国内が5000マイルに下がって、 羽田から那覇、石垣、宮古とか8800から8000に落ちて、で、またね、乗り継ぎが1回までも、有料、増え、あの、必要マイル数増えてたんですけども、先日の改定で、1回の乗り継ぎは OK で、同じマイル数っていうふうになりますんで、羽田から伊丹、仙台とかもね、5000で行けますし、羽田、那覇、石垣とかも8000マイルで行けるっていうふうになりますんで、まあ、これで確定かなっていうところですかね。で、 東京からね、えー、韓国路線も12,500に上がりまして、で、またね、一時ね、どこだったかなグアムだったかな はい。ちょっとここにグアー、まあ、入ってますね。2万マイル。これもね、一回ね、1万7000ぐらいまで下がったんですけれども、まあ、結局今2万まで戻っておりますので、まあ、こういった感じですかね。まあ、ちょっとユナイテッド航空に関しては、まあ、ちょっとね、海外路線はね、もう、あの、不安定で利用することがね、しばらくはできないと思いますんで、本当にここですね。はい。国内で利用していただければなっていうところですかね。はい。で、まあ、こんだけね、あの、買い手が入っておりますので、まあ、メインでね、あの、ガツンとポイント交換するみたいな、とりあえずね、 しばらくはし利用しないでいただければなぁと思います。まあ、ここまで不安定だとね、いつ解約が来るか正直わかんないんでね。まあ、これもね、せっかく5000で、えー、2週間ぐらい利用できたら、結局12,500まで上がってしまいましたので、ユ、うん、ナイテッド航空のね、国際線でお勧めできるっていうところはね、これでまあなくなったかなっていうところですので、まあ、交換レートがね、ちょっと高かったりしますけども、 ちょっとね、これではね、あの利用しづらいのでね、ひとまず国内で利用していただければなと思います。それでは次にですね、先日ね、アメックスゴールドプリファード、今ね、すごい人気のクレジットカードになってるわけなんですけども、 先日ね、アメックスのこのゴールドプリファードで、あの、ちょっと前に紹介したキャンペーンありましたよね。あの、アップイディに入金をね、させていただいたんですよね。10万円入金させていただいたわけなんですけども、合計でね。そしたらね、あの、ポイントがですね、3000ポイントついてたんですよね。10万円入金して。これなんでだろうなと思ってたらですね、これね、私気づかなかったんですけども、アメックスのリワードポイントのメンバーシップリワードプラス。まあ、こちらね、 アメックスのゴールドプリファードは自動で登録されるわけなんですけれども、この APP ストアっていうのが、まあこれもね、Apple ID 入金がね、対象になるっていう風になりますんで、これはいいですね。ですので、今後 iPhone 買う方に関しては、この Apple ID 入金しとけばね、3%還元取れて、それでね、iPhone 購入することができちゃうっていう風になりますんで、 これはね、本当にいいですね。私はね、10%オフのキャンペーンが来てましたので、別途ね、キャンペーンもらえたんですけれども、10万円入金してね、3000ポイントね、取れましたっていう風になりますんで、iPhone、まあ、Apple 商品がね、まあ3、3%還元で購入できるっていうのはね、非常にいいですね。これね、ちょっと入金してなんでだろうと思ってたらね、こんな、 あの、ボーナスポイントね、こちら、APP ストアって書いてあったんで、アプリだけかと思ってたらね、入金も対象になっておりましたので、Amex スゴールドプ e f e r でね、保有されている方は、まあ、iPhone の購入もね、Apple ID 入金ね、していただければ3%還元でね、Apple 商品購入できるっていうふうになりますんで、まあ、この Apple ID 入金っていうのはですね、あの、 app store ア,アプリでですね、この残高を使ってアップルの商品購入できますので、私もね、ちょっと iPhone はね、あの、15買うつもりなかったんですけども、とうとうね、壊れてしまって、Suica も使えない、ワオンも使えない、7個は 端末によっては使えるぐらいのね、そのぐらい壊れちゃったんで、ちょっとね、あの、モバイル端末包丁でね、直そうと思ってたら、私ね、保証書をね、なくしてしまってね、本当にやってしまったわけなんですけども、ちょっと iPhone15 ね、今回購入させていただきましたので、まあ、それで入金させていただいたんですけどね、まあ、ぜひこちらはね、アメックスゴールドプリファード持っている方は、このね、iPhone のね、Apple ID 入金もですね、3%対象になる。まあ、50万円までにはなりますけども、ぜひね、こちら覚えておいていただければなと、 思います。めちゃくちゃやっぱりね、強いですね。まあ、アマゾンも、ジャルもね、ヤフーショッピングもね、3%還減になりますけども、これね、本当に強いなと思いましたね。えー、それでは次です。今ね、この iEon ア,イイアプリってありますよね。イオン系列のポイントを、えー、t ポイント、まあ、今の v ポイントに交換するとね、このアプリが必要なんですけども、お友達紹介キャンペーンがやっておりまして、これね、お友達紹介キャンペーンね、紹介コード入れていただくと100ポイントもらえるわけなんですけども、 これね、今、お気に入り登録っていうね、店舗をお気に入り登録すると、これね、私の近くの、あの、スーパーなんですけども、イオン系列の。これね、お気に入り登録するだけで、こういったね、無料クーポンがもらえるんですよね。で、ミニストップね、近くにある方は是非、ね、ぜひね、このアプリね、ダウンロードしていただいて、お気に入り登録してみてください。これね、今ね、コーヒーが無料でもらえるんですよね。まぁ、あ、ちょっとね、スーパーのゼリーだったらちょっと微妙と思う方いらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、私はね、一緒。 ちょっと前にね、あのミニストップで、あのコーヒーのクーポンもらって、 またね、あの、お気に入りの店舗を変えたらですね、スーパーでもね、クーポンもらえたっていうふうになりますんで、ぜひね、今、キャンペーンもやっておりますんでね、ぜひチェックしていただければなぁと思います。まあ、イオン系列のね、スーパーなので、まあ、ザ・ビッグとか、マイバスケットとかも入ってると思うんですけども、あと、イオンとか、イオンフードスタイルとかね、まあ、イオン自体もそうですけども、まあ、結構ね、いろんなところでね、あの、お気に入り登録でいきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは次です。え丸、ー、いのクレジットカード、マルオと丸尾の え、12時間、え、こちら10%オフキャンペーンで、ね、来ております。エポスカードね、保有されている方は、ぜひね、こちら、丸いでね、利用されている方はですね、テナントとかもね、対象になっているところが多いと思いますので、ぜひこちらチェックしてみていただければなぁと思います。10%オフで購入できますんでね、エポスカード持っている方はね、非常にいいですよね。 それでは次です。これね、韓国好きな方はね、めちゃくちゃいいんじゃないですかね。オリーブヤングっていうね、オリアンって呼ばれてるらしいんですけど、ちょっと私はすいません。利用したことないんですけども、JCB とね、えこう、韓国のねえ、キャンペーンということで、このオリーブヤングっていうお店で20%オフキャンペーンが今ね、6月1日から開催されることが発表されました。これね、 外掛け事務手数料はですね、JCB クレジットカードの場合ね、絶対かかるわけなんですけれども、まあそうであってもですね、20%返ってくるっていうふうになりますんで、本当にね、何にも考えないで、こちらね、JCB のカード、このオリーブヤンゴのお店で利用していただければ、えー、上限1000円で、ね、らえちゃうっていうふうになりますんで、6月1日からですね、韓国行く予定のある方は、ぜひね、JCB カードを持ってね、えー、利用してみてください。キャンペーン期間が6月の1日から8月の31日、エントリー期間が5月の24日から8月の 4月の31日ということでこちらもエントリーができるようになっております利用期間がまあ6月1日からっていう感じですね で、こちらね、一応先着になっておりますので、こう、遅めにですね、利用される予定のある方は、このページチェックしていただいて、概要欄に載せておきますんでね、キャンペーン終わってないかぜひチェックしてください。で、エントリーしていただいて、こちらのね、オリーブヤング対象のお店がね、あの、こちら下の方にね、記載されておりますので、まあ、こちらのお店で JCB のカードね、タッチ決済も OK なんですけども、利用していただくと上限1000円ね、キャッシュバックがいただけます。 で、このキャンペーンですね、上限1000円ということで、韓国で利用していただくわけなんですけども、まあ、韓国の5000円分っていうのがたいね、43294ウォンらしいんですけども、まあ、こちらをね、目安にしていただいて、このオリーブヤングのお店でね、あの、クレジットカード決済していただければですね、1000円分相当ね、返ってくるっていうふうになりますんで、これはね、めちゃくちゃいいですよね。ちょっと、 さらっと見ましたけども、コスメとかですね、結構いろんな商品扱ってるお店みたいですので、ぜひね、こちら利用していただければなぁと思います。で、キャッシュバックの新定時期は2024年12月の上旬頃っていうふうになっておりまして、一応ね、対象カード記載はね、あの、決まっておりますので、利用される方はですね、こちらね、まあエントリーできるかどうかでね、あの、判断していただいても OK だと思いますけども、ひとまずね、一応チェックしといてください。 それでは次です。こちらね、えー、三井住友カードのオリーブってありますよね。あの三井住友銀行の、えー、クレジットカードとポイントカードとっていうね、あの三つか四つの機能が一緒になっているね、えー、クレジットカードなわけなんですけども、これですね、オリーブ。で、こちらはですね、渋谷にね、 三井住友カードのオリーブ支店、オリーブラウンジっていうのが最近ね、オープンしたんですよね。5月27日オープンということで、渋谷のね、こちら行かれる機会ある方はですね、ぜひね、こちら行ってみていただければなと思います。近くにね、スタバもあるみたいで、オリーブで決済していただくと10%ポイント還元。またね、オリーブ提示していただくと個室ソファー席が無料で利用できるっていう風になりますので、 これはね、いいですよね。ちょっとこれはね、めちゃくちゃ行ってみたいなと思うんですけども、渋谷駅のえここにあるみたいですので、渋谷ね、近い方はですね、ぜひね、行かれてみていただければなと思います。オリーブ提示でね、無料で利用できるのであればですね、かなりね、いいのではないのかなと思います。で、オリーブですね、しばらくね、キャンペーンがね、打たれてなくてですね、なんと、今、ポイントサイト EC ナビ。まあ、これね、今、 ポイントインカムかね、ポイントサイトハピタスでね、あればね、こっちで紹介しようかなと思ってたんですけども、今ね、他のポイントサイト案件ないんですよね。で、今ね、あの、ポイントサイト EC ナビですね、なんと1万円分のポイントに上がってるんですよね。クレジットカード発行するだけでね、こちら1万円分もらえちゃうっていう風になりますんで、三井住友銀行を持ってない方で、オリーブまだ発行してない方はですね、ぜひね、こちら利用してください。こちらで1万円分もらえて、 さらにね、今だね、このオリーブね、紹介キャンペーンやっておりますので、こちらもね、概要欄に載せておきますんで、合計1万1000取れちゃうっていうふうになりますんで、これはね、めちゃくちゃおすすめです。ぜひね、あの、こちらの案件ね、6月1日までって書いてありますけれども、早期終了するとね、ちょっともったいないですし、他のポイントサイトで出ておりませんので、これも最後なのかもしれませんのでね、ぜひ発行してない方はですね、ぜひ利用していただければなぁと思います。 それでは次にですね、先日紹介していただいたワンハーモニーゴールドビザカードありますよね。あちらのえホテルがですね、プレスリリースを出しておりまして、チェンマイ、バンコクなど主要観光地で新たに500以上に展開、タイにおける事業拡大に向け、包括的提携を合意ということで、2 0 2 0年12月からクルーズ船においてもサービス提供開始するみたいですね。 で、こちらはですね、タイ・バンコクですね、チェンマイとかバンコクで、タイの主要都市に新たに500室以上複数の大倉グループのラグジュアリーホテルを2030年までに展開することを発表へということで、ホテル大倉グループに関しては、今後ね、タイに結構力を入れていくみたいですね。で、またね、アジア中心に特定5つ国、それぞれ5ホテル以上出展する 5x5 計画を掲げており、その中から世界各地の環境を確に訪れる有数の観光地であるタイは当社によって海外展開を図る上で重要な 位置付けをしておりますということで、まあなんて言ってもね、やはりこのホテル大倉ね、日系のホテルっていう風になりますんで、やはりね、日系のホテルをね、選びたい日本の方ね、結構多いと思いますので、これはね、良さそうですよね。ぜひね、チェックしといてください。それではですね、ちょっとね、こちらは、え、要確認で、私がね、あの、今後確認してまた動画のね、コメントとかに入れておきたいなと思うんですけども、 今ね、アコーホテルでゴールドステータスのファーストトラックはですね、キャンペーン開始になっておりまして、アコーホテルのアカウントを取っていただいて、カンタス航空のアカウントを取って、 こちらね、エントリーしていただいて、3泊利用すると、ゴールドステータスがねえ、もらえるキャンペーンが来ております。で、またですね、このゴールデステータスになるとですね、え、アーリーチェックイン、またレートチェックアウト、また空室状況においてアップグレードっていうのが利用することができるんですよね。これが3泊利用していただくと、え、このね、アコーホテルのゴールドステータスになれるんですよね。でもゴールドステータスだと、え、ラウンジとかはね、利用できなくて、もう一個一個のプラチナになるとですね、ラウンジとかね、 利用することがででできるんすすけどもここちらですねこの規約のところにね、記載があるんですが、キャンペーン期間自体はですね、2020年5月の23日から2024年12月31日にこちらね、3泊利用していただくと、ゴールドステータスになれますよっていうキャンペーンなんですよね。このゴールドステータスはね、2025年12月の末までということで、来年の12月の末まで利用することができて、 こちらですね、規約に書いてあるんですけれども、プロモーション期間最終日現在、アコーメンバーシップのアカウントがすでにゴールドステータスレベルを持っている場合は、10ステータスナイトを上与させ、されますって記載があるんですよね。で、こちらですね、海外のブログーとかも書いてあったんですけれども、こちらね、あの4、4 30もらえるんですよ、ゴールドになると。で、このキャンペーンが終わると、プラス10もらえますよって書いてあって、 あの、プラチナになるにはね、50泊必要なんですよね。ですので、もしね、これで30、これで10もらえて、あと10泊すればね、プラチナになれるっていう風になりますんで、これはね、結構いいんじゃないかな、なんていう風に思うんですよね。ちょっとね、海外のブロガーとかはそう報じてるんですけども、これが合ってるかどうかね、ちょっとね、確認が必要っていう風になりますので、またね、ちょっと私の方で、あの、デスク確認させていただきますんで、 これね、いっぱい、まあ、13泊でプラチナでラウンジも使えるホテルにね、まあ、宿泊できるようになるのであれば、かなりね、いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、こちらね、ちょっとチェックさせていただきますけども、こんなキャンペーンがやっているっていうことは頭入れといてください。それでは次に ANA フェスタなんですけども、無人決済 ANA フェスタ5、抽選で1万マイルは、全国のおすすめの 歌詞詰め合わせ1万円相当が当たるキャンペーンということで、こちらね、結構ね、頻繁に行われてるわけなんですけども、これね、2000円以上 ANA フェスタ GO の 無人決済店舗でね、利用して、応募フォームで応募していただいた方にもらえるキャンペーンということで、応募する方ね、結構少ないと思いますので、ぜひこちら利用してみてください。キャンペーンは6月3日から6月の30日、特典内容が、応募フォームにて、ANA マイル、1万マイル、もしくは ANA フェスタ、おすすめの貸しつまセット、1万円相当10名ずつということで、対象店舗は無人決済店舗、ANA フェスタ号羽田、 ビーチフロア店ということで、2000以上利用していただいて、応募ホーム、えー、応募していただければですね、こちらね。 当たるかもしれないということで、応募訪問もね、6月3日からしかね、開かないみたいですけども、羽田空港をね、利用される方はね、結構おすすめです。それでは次にですね、シンガポール航空がガルードインドネシア航空とパートナーシップを強化ということで、先日ね、発表されました。ガルードインドネシア航空とシンガポール航空は、本日フリーエントフライヤープログラム会員総合利益を提供し、規制投与具賞金を条件として、インドネシアとシンガポール間の フライト、サウンドクーが取り決め検討することを目的によって商業パートナーシップを深まえることを約束しましたということで、こちらね、開始されとフリーエイント フライヤーパートナーシップによるガルーダマイルズとクリスフライヤーメンバーは双方の航空会社の運行するコードシェアフライトでマイルを獲得し交換することができますということで今後ねシンガポール航空のクリスフライヤーでですねこのガルーダインドネシア航空のねフライトも取れるようになれるまたねこのシンガポール航空のマイルはですねネイサーチャージかかりませんのでこれはね楽しみですね それでは次です。ANA キュンですね。5月29日。3周年なんですね。早いもんですよね、本当に。ということで、5月の29日、ANA キュン来ます。で、またね、今月は、ANA のスーパーバリューセール、またね、減額バイルキャンペーンも来るということで、これはね、非常に楽しみですね。まずね、 スーパーバリューセールの方なんですけども、販売期間は、まあ、A 年9なんでね、5月29日の0時から23時59分まで。で、登場期間は8月の10日から8月の18日までということで、お盆ど真ん中にセールを入れてくるということで、すごいですよね。ちょっと運賃自体はですね、ちょっと高めに設定されているとは思いますけども、でもね、東京、大阪、8800円。東京、大阪、関西の方は、関西空港の方は7700円とかね、 東京千歳1万800円、沖縄も1万1800円という風になりますので、結構いいんじゃないでしょうか。しかもね、今回は国内線全路線がね、対象っていう風になっておりますので、これはね、5月29日、お盆のね、予定決まってない方で国内行こうっていう方はね、めちゃくちゃいいですね。で、またですね、こちらは、減、え、額、ー、マイルキャンペーンなんですけども、こちらね、登場期間6月15日土曜日から7月の12日の減額、えー、マイルキャンペーンということで、こちらエリアが決まって おります東北、北陸、中四国、沖縄発着の一部の路線ということで、まあ、詳しい路線はね、出ておりませんけども、まあ、ひとまずねえ、こちらが対象エリアになっておりますので、減額マイルキャンペーンね、ANA キュンのね、減額マイルキャンペーンは、ANA のね、今週の特旅マイルをね、少なく設定されておりますので、これもね、非常に楽しみですよね。 それでは次です。羽田空港第2ターミナルですね。6月4日から ANA プレミアムチェックイン改修工事実施いたしますということで、ANA のね、スーパーフライヤーズとかね、持っている方、基本的にこっちでね、チェックインする方非常に多いと思うんですけども、6月4日から改修工事が始まります。え、場所で言うとね、ちょうど多分この13、14とかね、3、4とか、ここら辺になると思うんですけども、6月4日からですね、こちらね、 改修工事入りますので、この点ご注意いただければなぁと思います。終了目安とかね、書いておりませんし、まあ、これね、プレミアムチェックインが回収工事入るんだったら、スイートチェックインも工事入んじゃないかなぁなんていうふうに思いますので、この点ご注意ください。それでは最後にリマインドですね。こちらね、あの、これにちょっと動画出しておきますけれども、先日ね、紹介させていただいた楽天最強プランですね。 電話番号乗り換えの14000、新規の方は7000ということで、えー、こちらね、約、まあ最初の数ヶ月はですね、お金かかるんですけども、その後はね、ポイントで支払ってしまうということで、新規の方はね、7000なんで、まあ7ヶ月、まあ6ヶ月から7ヶ月ぐらい、まあ乗り換えの方はですね、1年以上ですね、こちら無料で使えてしまうっていうふうになりまして、実際のね、申し込み方法ね、動画で解説させていただきましたので、ね、気になる方はそちらね、ぜひチェックしていただければなと思うんですけども、 こちらですね海外2ギがね無料で利用することができている楽天モバイルね、まあ 9,080円ぐらいかな。はい。それで、毎月3ギガ、海外2ギガを含めてね、利用することができますので、めちゃくちゃおすすめなんですよね。こちらね、5月の31日にキャンペーン終了いたしますのでえ、ぜひね、まだ利用されてない方はですね、動画ね、概要欄に貼っておきますので、ぜひね、こちら利用していただければなと思います。いや、こ正直ね、こんなお得なキャンペーンでもう来ないと思いますので、ぜひね、利用してみていただければなと思います。 はい。ということで、今回ですね、今週の、今週一週間のね、ニュースをまとめて紹介させていただいたわけなんですけども、いやね、ユナイデッド航空にはですね、正直ね、はい、どうにかしてくれよっていうところですよね。いや、なんでこんなに海底がね、また一回入ってちょっと落ち着いたと思ったらまた入りましたからね。はい。今後どうなるんですかね。これで終わってくれればね、いいんですけども、ちょっと私もね、今月の頭からね、海底が入って、ちょっともうね、 あの、追うのやめようかなと思って、落ち着いて動画出したらこれですからね。はい。ということですんで、このユナイテッド航空のね、マイル貯められている方に関しては、本当にね、利用できる時にね、あの、発見だけはね、しといていただければなと思います。で、これからユナイテッド航空のマイル使っていきたいっていう方は、あの、本当に使う分だけね、ポイント交換して発見みたいなね、感じで利用していただくとね、あの、後からね、使えなくなったみたいな感じにならないかと思いますので、ぜひね、こちら覚えておいていただければなと思います。 ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクリア診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用を作ることができますので、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。